現在の日本では、女性も男性も自らの能力を生かして、社会や家庭で生き生きとした生活を送ることが望まれています。少子高齢化社会の到来が懸念されていますが、これからは様々な対策を考えなければなりません。フランスでは以前からこの問題に取り組み、少子化を克服した国として注目されています。フランスがどのようにして女性の能力を活用し、少子化を克服したのかを参考にしながら、日本の社会と少子化問題を考えます。皆さんこんにちは。中央大学の上野です。今日は女も男も輝く社会、フランスの少子化を克服した、フランスの社会に学ぶという形で話をさせていただきたいと思います。私がこのテーマを取り上げたいというふうに考えましたのは、少子化対策というと、これはすぐに女性にもっと子供を産んでほしいという、そういう要求に結びついてしまうということなんですね。でも今の社会を考えると、短絡的に女性が単に子供を産み育てるという、その数が増えていくということだけで済む問題なのかと、本当に女性の視点から、あるいは社会の発展という視点から、この問題をしっかりと見据える必要があるのではないかということで、私がこのテーマを取り上げたいなというふうに思ったわけです。日本国憲法においては13条というものがありまして、すべて国民は個人として尊重されるというふうに書かれています。14条は平等原則を定めておりまして、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されないというふうに掲げられています。24条の1項においては、家族生活における個人の尊重と両性の平等というものについての規定があります。すなわち家族の中においても、男であっても女であっても個人を尊重される、人格を尊重されて生きる権利、そして平等に生きる権利というものが掲げられているわけです。で、実際はこうしたような憲法の規定がありながら、日本において平等が非常に推進されるようになったのは1980年代以降になるわけですね。で、それはなぜなのかというと、実は日本において男女平等推進の契機となりましたのが、女性差別撤廃条約というものです。これによって初めて日本の平等のあり方の洗い直しが行われたわけですね。それはなぜかと言いますと、この女性差別撤廃条約に書かれている事柄と、実は日本の憲法の解釈とにおいて違いがあったということです。日本の憲法の解釈の方は14条の規定があったり、あるいは24条の規定があったりしても、例えば家族の中のことは、それは個人個人の関係のことであって、憲法が踏み込むようなこと、あるいは国家が規制するようなことではないのではないかというような考え方が強くありました。また、平等という観念に関しては、男と女というのはそもそも違うんじゃないかと、違うものを同等に扱うということ自体がおかしいんじゃないかというような考え方が非常に強かったわけですね。で、しかしこの女性差別撤廃条約においては、平等の観念として、そもそも男性と女性の違いというのは、女性は妊娠出産をするという、そういう存在であるということだけが違いである。したがってそれを女性であるからこうだ、
男性であるからこうだというふうに決めるのはおかしいということになるわけです。そしてこの条約の非常に重要な点は何であるかというと、社会および家庭における伝統的な役割分担の廃止が男女平等の達成に不可欠であるということを明言しているということなんですね。まあ、日本がその点でまだまだ、役割分担意識が強いということが、男女平等の観念というものの浸透に妨げとなっているというふうに言えるのではないでしょうか。この少子高齢社会の現実を見てみますと、2014年のこの出生率は 1.42 というふうになりました。前年度よりも下がったというふうに言われているわけです。推計では2060年の人口は8000万人になるというふうに言われていて、で65歳以上の高齢者人口は過去最高となって2560万人、高齢化率が 20% をその時に超えましたが、現在ではこの高齢化率というのは 25.1% というふうに、ますます高齢化率が上がってきているという、そういう状況にあります。こうしたような社会においては結局、若い労働力人口、すなわち社会の支えて、これが減ってきているということですね。そして社会保障給付費や年金保険給付費が増えてきている、貧困の高齢者が特に増えてきている、日本では全人口の 15% が貧困にあって、貧困率は世界5位というふうに言われております。65歳以上の高齢者の貧困率というのは世界7位ですけれども、高齢者の実は 20% が貧困だということになるわけなんですね。で、少子化の要因をこれから探っていきたいというふうに思います。少子化の要因の一つに仕事と育児の両立が挙げられます。吉祥寺の美容室で3人のお子さんを育てながら働く宇都宮妙子さんを訪ねました。やっぱり仕事をしている時にどうしても子どもが熱が出ちゃったりとか、呼び出しが、保育園から呼び出しが来たりとか、自分が帰らなければいけないような状況が結構あったりとかしたり、あとは今たまたま保育園はね入れたんですけれども、やはりそういった待機児童もすごく多い中で働くっていうのはすごくやっぱ子供を産んでから仕事をしたいっていうお母さんにとってはすごく切実な問題なんじゃないかなっていうのをすごく感じています。中央大学 FLP 上野ゼミによる杉並区のアンケート調査によると、働く母親の保育園に関する不満がたくさん出ています。待機児童問題は深刻であり、保育園にも入りづらく、学童保育はさらに困難であるという状況です。また FLP 上野ゼミの中川智子さんにもご自分の将来についてのお話を伺いました。これから仕事を続けながら子どもを産めるかどうか、子どもを産み育てること、その両立ができるかっていうことが心配です。きっと私が働きながら子育てをしても男の人はきっと助けてくれないから、シングルマザーになる勢いで覚悟を決めてこれから邁進していこうと思ってます。現在の育児環境を取り巻くさまざまな問題について、働く親が安心できる保育園を考え、仕事と子育ての両立を目指す家族への支援活動をされている福井亜紀さんにお話を伺いました。やはり都市部での待機児童問題っていうのは非常に深刻化しているということは、かなり問題が大きくなっていると思いますね。都市部っていうのはもともと専業主婦世帯が非常に多いところだったので、保育所の整備率が低いっていう状況があったんですね。でそこで、社会構造がらがらっと変わって、女性の意識も変わって、家族観も変わって、共働きで、子育てをしていこうっていう社会になってきた時に、もう都市部のその専業主婦をメインと考えた、社会インフラ整備ではこう追いつかなくなってしまった。
子どもと仕事の子育てと仕事の両立っていうのは厳しいっていうふうに若い世代にも伝わっていますから、そこにおいて、まあ、迷いがあって本当にやっていけるんだろうかっていう迷いと、あと保育園に入れるんだろうかっていう迷いと、そういう不安が重なると、まあ、仕事も続けられないかなとか、いや子供産めないかなとか、2人目は無理よねとか、まあ、そんな風になっていってしまうっていう状況がありますよね。日本の女性の年齢別労働力率をグラフに表すと、20歳代でピークに達し、その後30歳代の出産育児期に落ち込み、子育てが一段落した40歳代で再び上昇するというアルファベットの M の形に沿った曲線を描く傾向が見られます。このような M 字型雇用形態が女性が仕事やキャリアを失うきっかけとなることが問題とされています。女性が子育てを終えて職場復帰を考えた場合、それまでの職場に戻ることができるのでしょうか。中央大学経済学部准教授の鳴子浩子先生に伺いました。これは本当にやむを得ずですね、子育て期に正社員として同じようにその子どもを育て産む前と同じように働き続けるということが困難なので、これは自ら進んでっていう方も中にはいるかもしれませんけれども、多くの場合自らというよりはやむを得ずの選択、現実的な選択としてやっていると。でその出産で6割の女性がまだ離職するという現実が残っているので、これはこの女性の働き方のね、その多様性とか自由っていうものを大きく阻害する最大の問題、これはやはり長時間労働が一番の問題なのかなということは、はっきりしていると思います。もう一つの要因は経済格差と制度上の問題です。福島県立医科大学教授の藤野光子先生は、日本の税制度と社会保障制度に問題があると指摘しています。働いた人が所得税を負担するしないの境目のところに一つあって、それからもう一つ言われている壁が130万円の壁というふうに言われているのがあって、こちらはその社会保険の加入が、そこから上は個人単位でしなければいけないというふうになっていて、その2つの壁があることによって4割ぐらいの人がその壁を超えないように働いているということで、103万円あるいは130万円超えないようにということになると、かなりこう年間収入で100万円ちょっとというのは非常に低い金額ですから、それが女性の貧困を招いているということも指摘されているんですよね。日本は社会保障制度上その子どもに対する支援策が薄いんですね。そこをある程度社会保障でこう子育ての時にかかるお金をきちっとこうカバーすることによって、親の経済格差が子どもにこう影響しないような社会を作っていかないと、なかなかこう貧困問題っていうのは解決しないと思うんですけれど、男女間における結婚観の違いや家庭の在り方の多様化が見られます。大妻女子大学の北原レミン先生に社会構造の変容をお話しいただきました。ある歴史家の先生がとてもうまいことをおっしゃっているんですが、社員主婦システムっていうふうに言ったんですよね。日本は社員主婦システムである、すべての男性が企業に属して働く社員であり、そしてすべての女性は夫のいる主婦である、それを前提にしてしまっている、そしてその夫婦を前提に社会保障が作られている。もっと言えば、本来国家が社会保障としてやらなければいけないことを企業と家族に投げてしまっていると、そのまんま来てしまったっていうのが現状だと思うんですね。あともう一つはやっぱり多様化していて、どんな生き方でもいいんだよっていう今過渡期ですよね。そうなると昔みたいにある一定の年齢になったら結婚すべきなんだ、そして結婚したら子供を持つべきなんだっていうふうにかっちりしてる時代の方がこう
なんて言うんですかね、ライフイベントのこうスケジューリングしやすいですよね。ここで結婚してここら辺で出産してここら辺でマイホーム買ってとやりやすいんですけれども、しかもその高度経済成長期だとそれをやれるだけの体力が日本にありましたよね。でも今みたいに、まあ、経済的な裏付けがないで、一方で個人の自由なんだから好きな人生を歩みなさいって言われた時に、じゃあどこで結婚に踏み切るのか、あるいは出産に踏み切るのかで、出産をした後に社会復帰ができるのかとか、そういうことがもっと昔よりも考えなければいけないことが増えてしまったのかなとは思います。日本における少子化対策の課題は、長時間労働の規制や休暇の充実、非正規雇用の見直しや保育環境の改善など、これらのさまざまな問題を解決し、子育てに優しい社会の創出が求められるのです。フランスがどのようにして少子化を克服したのかということを、見ていきたいというふうに思います。フランスの女性の労働力率は 85.6%、まあ、就業率は 74.9%、まあ、パート率は 27.9%、 労働力率は非常に高いというふうになっております。管理職率は 39% で、特に2000年2月に週35時間労働法制が取り上げられましたけれども、ここから非常に子どもを育てやすくなったというふうに言われております。まあ、週35時間ということですので、余ったまあ時間数を子育てに振り分けることができるという、そういう形になっているわけですね。まあ、なんといってもフランスの少子化対策というのは、女性が働きながら3人子どもを持つことを支援するということから始まって、おります。で、現在は第2子からの、まあ、支援という形に、なってきておりますが、まあ、30種類もの多くの家族給付がありますし、また、出産費用は無料、3歳以降からの、まあ、授業料は無料で、子どもが3歳になるまで育児休暇の取得か、あるいは働いている女性はパートタイムへ転換するというのも選べます。で、3歳で終了したときは正規のフルタイムへ復帰できるというような形になっており、事業主はこれらの選択を拒否できないという形になっています。まあ、子どもが増えれば増えるほど、年金が加算されるとか、あるいは年金加算されるだけではなくて定年の延長ということもあるというような形で、子どもを多く産めば産むほどいいことがあるという、まあ、そういうような仕組みを取り入れて、少子化を克服したという形になります。上野先生の友人であるパリ在住のリリアンヌ・アカールさんより、フランスの育児支援についてコメントをいただきました。puisque à la fin donc de l'école vers 16h15-16h30on peut confier son enfant à un système qui s'appelle l'étude. Ce sont les maîtresses qui se relaient chaque jour pour garder les enfants. L'étude permet à l'enfant de faire ses devoirs avant de rentrer à la maison. Si vous finissez vraiment tard, vous pouvez ensuite confier toujours à l'école vos enfants à la garderie prenant le relais de l'étude à partir de 18h et ce jusqu'à 18h30 ou 19h.Si, lorsque vous restez dans un contexte public à la naissance de votre enfant, si vous choisissez un hôpital, une clinique conventionnée, tout ce qui va concerner le suivi du médecin, de l'obstétricien, de l'accoucheur, les soins du type échographie sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Le congé parental est aussi très intéressant pour les femmes qui ont des enfants.フランスの場合はこの少子化対策あるいは女性問題の解決というようなことが整ってきたのが1981年に社会党のミッテランが大統領になって以降でありまして、ミッテランの時代に女性省というのを立ち上げて、省として女性問題の解決を図るということに取り組んだ、これが大きなきっかけになったということになります。で、今日では憲法の中に、
パリテという考え方を導入しまして、まあ、このパリテというのは男女同数という考え方なんですが、これによって男女平等をさらに推進しようというふうにしております。まあ、特に職業的社会的要職と単に選挙で選ばれるだけではなくて、職業的社会的な要職というものは同数でやらなければいけないというこういう理念を、まあ、憲法上明らかにしているという形になっているわけです。中央大学日本比較法研究所の講演のために来日されたフランス憲法学の第一人者であるパリ第一大学教授のベルトラン・マチュー先生にフランス憲法のパリテについてお話を伺いました。C'est qu'il a été indiqué dans la Constitution que les partis politiques doivent eux-mêmes mettre en œuvre ce principe de parité et il a été prévu des sanctions financières pour les partis politiques qui ne respectent pas ces conditions de quota par sexe qu'est connue la Constitution. C'est pourquoi en 2008, à l'occasion des débats,Ce texte n'était pas prévu dans le projet gouvernemental. On rajoute que le législateur peut favoriser l'accès des femmes non seulement aux fonctions électives, ce qui était fait depuis 1999, mais aussi aux activités professionnelles et sociales. Ce bilan a conduit, par exemple, à prévoir des quotas par sexe.Dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Pour l'instant, par exemple, dans la magistrature, les femmes sont infiniment plus nombreuses. En politique, elles ne sont probablement pas encore assez nombreuses. Mais je pense qu'un jour, l'égalité professionnelle et électorale entre les hommes et les femmes fera que l'on n'aura plus besoin de ce genre de disposition. 日本の少子化対策は、とにかく長時間労働を見直すことです。そして男女の役割意識を改め、男性も積極的に家事や育児に参加することが求められます。 NPO 法人ファザーリングジャパンは仕事と育児の両立を目指す父親を支援し、家庭と仕事の板挟みにならない働き方を提案しています。今こう政府は女性の活躍推進っていうことを非常に強くこう後押しをしてるし、まあ、法律もできてて、それは僕は非常に素晴らしいことだと思うんですけど、ただこのまま女性だけをこう社会に押し出していくと、女性が家事、育児、介護、仕事って全部女性がしなくちゃいけなくなると思うんですよね。実は女性の活躍推進と男性の家庭進出はセットですよ。で、今女性のことばっかり言ってますけど、こっちは全然言ってないですよね。だから、まあ、政策としてはやっぱり男性がいかにこう家庭に戻って家事や育児ができるかっていうことを考えて、その一つはやっぱり男性のこう長時間労働の問題、それから男性が、まあ、働かなくてはいけないという社会的なこうモデルとか雰囲気を、まあ、うまくこうクリアにしていく。これは例えばワークライフバランスの問題だったりとか、職場のダイバーシティ、多様性を認めていくっていうような、そういうことを、まあ、セットで考えていくっていうことが非常に大事ではないかなというふうに思います。それと僕はもともと保育士をやってたんですけど、やっぱり父親も母親もいろんな人が育児に関わることが子どものより良い成長発達に必ずつながります。今やっぱり子どもを取り巻く状況のしんどさっていうのは、本当に母親だけが育児をしてるっていう部分もあるので、やっぱり彼らはこれからの未来ですよね。その豊かな子育てができる環境を父親も母親も女性も男性もみんなで考えていくっていうことが非常に大事ではないかと思いますね。やっぱり男性の育児を考えた時に、どうしてもこう仕事とセットで考えると、やっぱり企業の在り方っていうことが重要だと思います。でまさにダイバーシティっていうのを、その多様性って言った時に、仕事を見た時 もう正規もあれば非正規もあるし、非正規の中でもパート、臨時、派遣、再任雇用って本当に多種多様じゃないですか。まあ、そういう多種多様なメンバーでやっていくっていう覚悟で、その中にやっぱり育児をしたい男性とか、別の言い方をすると働きたい女性もいるわけですよね。そういう多様性っていうのを性別とか年齢とかではなく、その個人っていうことをまあ大事に考えて、そのメンバーで一つの仕事をやっていくっていうことを意識して、でそういうことを僕たち話をしていく中で、やっぱり中間管理職、そのチームのトップ
を変えていかなくてはいけないということで、イクボスっていうのが今出てきて、その業績も上げながらチームのメンバーシップあるいはワークライフバランスも意識していくような管理職養成っていうのを今始めてます。男女それぞれの能力の活用を図るために、仕事と家庭の両立を目指すワークライフバランスという考え方が注目されています。経済産業省もワークライフバランス検証を発表していますが、このためには企業の協力が不可欠です。株式会社ワークライフバランスは、働き方の見直しを模索する多くの企業に対して講演や研修、コンサルティング事業を行っています。少し誤解をして捉えている方も非常に多いなと思います。例えば一番多い誤解が、ワークとライフはバランスしなければならない、それが7対3がいいのか5対5がいいのかというふうな配分の話だと捉えていらっしゃったりですとか、あとはワークライフバランスはライフを重要視する考え方なので、ワークはほどほどで構わないんだというような、そんな思考を持っていらっしゃる方もいらっしゃいます。でもそれは全くの誤解で、本来はライフで得た人脈、経験、情報、こういったインプットをワークで最大限に生かしていただく、アウトプットを大きくしていくためのワークライフシナジーを起こしていく、そんな考え方だと思うんですね。仕事で成果を上げるためにお互いに相乗効果をもたらし合う、それがワークライフバランス。今多くの企業は舵を切っていて、これは生き残るために、勝ち残るためにやる経営戦略の一つなんだというふうに位置づけを変えて取り組みを進めています。でこの経営戦略の一つなんだというところに対して、経営陣が一致団結して一定のコミットメント、責任を果たすようなアクションを起こしてくださっているところほど大きな変化というのが生まれていると思います。ですので、企業の中でまずやっていただきたいことというのは、経営として徹底的にワークライフバランスをどう生かしていくのか、働き方の見直しの必要性はなぜあるのかといったところを議論いただくこと、これが重要かなというふうに思いますね。ですので、男女共に働き、短い時間で高い生産性を出して、さらにはさまざまな方々がきちんと能力発揮できる組織を作っていく、一人一人が次に勝つための、次に成長できるための、チャンスを得るための取り組みなんだというふうに、ワークライフバランスそのものを捉えていただくと、前向きにポジティブに考えていただけるんではないかなと思いますし、楽しんで取り組んでいただくほど大きな変化が生まれるんではないかと思いますね。日本でもようやくこういうような考え方が始まったというところでありますけれども、これに対しては何といっても企業の理解というものが必要になってきますし、さらに家庭においても、男女双方がそれぞれ男性であっても子育てをする喜びであるとか、家庭でいろいろなことに参加する喜びであるとか、そういうことを充実させていくということが必要になってくるわけですね。で、EU でもワークライフバランスというものを当然考えておりまして、でしかしこのワークライフバランスは EU では明らかにジェンダーメインストリーミングという形で、ジェンダーの問題を解決しない限りはワークライフバランスは成り立たないという、そういう基本的な立場になっております。女性問題の解決、男女平等という推進がワークライフバランスの鍵になるということを明確に位置づけているという形になります。したがって日本においては男女の伝統的な固定的な役割分担の意識を払拭をするということがまず必要になりますし、女性の能力の活用というのは社会の活性化にもつながるんだということですね。少子化の克服というのは長い道のりということになりますけれども、日本ではワークライフバランスというそういう考え方も出てきましたから、ここで一層、女性を単に子供を産ませるということだけではなくて、女性の全面的な能力の活用ということを考えて社会の活性化を図るべきではないかというふうに思われるわけです。どうもありがとうございました。まずはいろんな人に相談をして無理をしないことが大事だと思います。ぜひぜひ、頼りになる保育園を見つけて、両立にチャレンジしていただきたいなというふうに思います。子どもと関わるというのはとっても楽しいことです。でそれって期間限定でいつかやるとかまた今度って言うてる間に子どもあっという間に大きくなるんで、今日今を大事にしてほしいなというふうに思います。
パパ頑張ってください。勝つための経営戦略として一緒にワークライフバランス実践していきましょう。